ういうことか説明してもらうからね。いや、あんた他の女に、え、しかも、ま、そのへえ、でも実際に直接会って意味わかんないんだけど。あ、まあ、うん、すいません、いない。おいおい、なだって誤解なんですよ。ライブ、はい、それなのに優香ちゃん、違いますよね、ライブチャットは浮気じゃ。すまんが、ご存知ないんで。ライブなチャットのことですよ。ちゃチャット、おお、要はライブチャットは可愛い、うん、まあ近いっちゃ。それにキャバクラで、あん、ちょっとは興味が。も、はあ、そうですか。あ、そうだ、もしよければ。え、俺が。はい、この先に僕の行きつけのネットカフェ、手取り足取り。いや大丈夫ですって、うん、じゃあお待ち。あ、ああ、ライブチャットか、少し興味はある。暇を見つけてネットカフェに顔を出してみるか。ああ、ああ、大丈夫、僕がライブチャットならこのサイトがおすすめです。アイコン、ええ、これで女の子の写真をクリックすれば、あ、チャットは普通に。それができれば、あ、よし、ええ、入室。こんにちは。 おい、大丈夫、普通の。ああ、とりあえず挨拶。あ、わがかおお、テレビ。ええ、さあこの調子でガンガンチャットしていきますよ。いや、あなたってそうでしょう。え、それはです、楽しませてくれた俺。これは見せてくれてるんです。そうなんです。おお、これはなかなか。なんと、もっと見せて。もワンダフォー、これは。あ、どうでした。ああ、なんという、まあ、でしょう。だが浮気じゃ。実はその件に。結論、はい。え、だって彼女よりもライブチャットの、あんなすぐ怒るヒステリー女より、チャット、そもそも彼女がいると。だったら最初からいない方がいい。いや、まあ、よし、今日から死んでは僕はチャットしに。今度会うときはチャット。ライブチャット、恐るべし。もしもし、よー、久しぶり、今度そっち遊びに行こうと思ってる。